皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。お入りくださり最後までご視聴お願いいたします。チャンネル登録やグッドボタンもお願いいたします。本日3月3日木曜日、題は誰の目に向かって生きるかです。人は誰かから認められ承認され愛されそして喜ばれたい、そう思いながら生きてるのではないでしょうか。それが本能なんですね。私たちは神様から褒めていただける人生をクリスチャンは歩み始めました。よくやった、良い忠実なしもべよ、そう言っていただける。皆さん、主人は、これを言った主人は神様です。皆さん、この主人、神様の目に向かって生きれば間違いないんです。すべてがうまくいくようにできてるんです。イエス様は来なさい、そう言われます。ペテロは来なさいと言われたときに、それに従ったとき、湖の上でさえも歩くことができました。しかしこのイエス様から目をそらした瞬間、ズブ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 溺れて、助けてください、不信仰なものよって助けてもらった。皆さん、私たちクリスチャンでさえイエス様の目を見ていたと思ったら、世の中環境に目を向けてしまう。そしてですね、人からどう思われるか、人からよく思われたい、それが動機で生きるとどうなるか。皆さん、ずるい人になっちゃうんですよね。そしてあのガリラヤ湖に沈んだペテロのように、ズブ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 、主を助けてください。有名な、少し前の話ですけれど、スーパーボランティアと言われた、山口県でね、2歳児を発見して時の人になった尾花春夫さん。彼はですね、自分の信念に忠実に生きたボランティア。かけた情には水で流せ、受けた恩は石に刻め。飲食を含めて、ボランティアに行った時に被災地に迷惑をかけない、負担をかけない、そうじゃなきゃいけないっていうふうになったらね、誰もボランティアできないかもしれないですけどね、彼はこのように生きるべきだって自分に押し付けてんじゃない、自分の信念だ、自分がそうやりたいからそうしてる。それがですね、私たちにとってあるべき姿ではないでしょうか。私たちの信念、それは神に喜ばれること、そしてこの方の使命を、この方に与えられたそのミッションを果たし続けていく。皆さん、そうしたらね、神が喜び、自分も喜び、そして結果として人も喜んでくださるようなね、そんな生き方につながっていくんだな、私はそう信じています。それが大事。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。高価な墓石を建てるより、安くても生きてる方が素晴らしい。ここにいるだけで傷ついてる人はいるけど、散々わがまま言ったと、あなたへの思いは変わらないけど、見えてる優しさに時折負けそうになる。ここにあなたがいないのが寂しいのじゃなくて、ここにあなたがいないと思うことが寂しい。でも負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、そんな時、それが一番大事。
今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではごきげんよう。さようなら。